今5時5分なんですけど、44分ぐらいから私たち上がってきたので、うんうん、約20分ぐらい、テク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 来てますね。来てます、はい。実証実験としてはあまり時短にはならないということですね。時短にはならないけど、ならない、あの修行にはなる。そうそうそう、そして味わい深い道を楽しむにはいい、アスファルトずっと続いて、もうちょっと道違うとこ歩きたいって人にはいいかもしれない。いけないね。メガネが曇ってきてる。でしょ、私メガネ外してる。ね。でも、本当綺麗。綺麗だね。はい。わあ。幻想的だわ。うん。景色を見ながら歩きたいとこなんですけど、うん、足元がデンジャラスすぎて。そしてなんかあの、不思議なぐらい音がないじゃん、無音で。ないです。ちょっと静かにしてみます。すごいね。怖いよ。変路札がある道、はい、5時17分朽ちた変路道、変路札を見ながら、土佐街道歩いています。やば、葉っぱ拾っちゃった。かわいい葉っぱだね。まん丸まん丸。心も丸く頑張りましょうか。いや、これはちょっとすごいな。なんかもう倒れた木がそのままになってる。うん、そうだね。うん。かなわない感じが。そうだね。静かにしてると、うん、そこから流れてる湧き水の音ちょっと聞こえますかね。本当だ。そこから綺麗な湧き水が流れてるんですけども、うん、いやなんか怖さと美しさがこう同時にぶつかってくる感じがして。そうだね。私は恐れ入ってしまいます、ね、うん、この。そうだね。うん、あ、お母ちゃん、見てー、やったー、待ってた、待った、ここまでないと不安になるね。いや、本当、ちょっと本当にね、出てこれなくってね、シダの栄養分に私なっちゃうんじゃないかと思うぐらい、結構怖かった、本当に。言ってることが怖いんだよ、最近。いや、だって、あの、なんか、しゃー、わー、やった、あ、ちょっとすごい綺麗な、あの札ありますけど、中身はちょっと本当にだいぶアクティブ。そう、今時間が5時24分、はい、だから約頭の上に葉っぱのスタイルで約40分。40分かかったね。これはあのお接待いただきます。はい、山の神様にお接待いただいた葉っぱですね。さあ急ぎましょう。日は暮れ始めましたよ。これどっちですか。ということはこっちから見えるからこっち。そうですね。でもあんなに看板真新しいのに。そうだよね。道だいぶハードでした、ね、ありましたね、変路道。よっしゃー、ありました。でもこれ私たち一体ここから出てどこへ出ていくのかが。そうですね、海を見ながら歩いてきてたのに、うん、台風の世界が全くしないですよ。そう、山だよね。山ですね。うん、ずっと40分以上歩いてんだ。そしたらそうだね。やっと街の景色が見えちゃった。山の神様ありがとう。神様ありがとう。日のあるうちに出してくれて、お大師様も見守ってくれてありがとう。そうだね。でもここに、ね、私の下は弘法大師様見られそうな草の柔らかさじゃないですか、これ。そうかもしれない。ちょっとひんやりはするかもしれないけどね。でもね、だいぶ寒い中、橋、はい、の下で。はい、宿を借りられなくって、うん、そうだね、橋の下で寝られたっていうところが。そうだね、お話ししてるみたいだから、うん、今ぐらいの季節だったのかもしれないですね、うん、さあ馬路橋を渡って、さあこっからですね。こっからですね、母川渡って、あ、わかった、わかった、母川って書いてあります。母川渡って今出てきました。今ここですね、私たちは、うん、多分ここほら、なんか橋っぽいの書いてあるじゃないですか、うん、はい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 。で、あ、だからこっち側に行くんじゃないかな、こっちじゃないかな。よし、じゃあそうしようか。なんか国道のやつ書いてあるけど、うん、なんかこっちエリアだもん。あ、そうか。でも、まあ、ショートか、うん、いや、わかんない。橋がこっちないから、うん、ちょっと遠回りになるかもしれないけど、うんうん、あっちの景色が海っぽいから。行きますか。行ってみますか。はい、行きましょう。わかんないと思ったんですけど、うん、
があっちにまっすぐなってるのが見えるから、うん、車の音も聞こえるから ね、そっち行ってみようか。はい、ちょっと車道に出てみようと思います、うんうんうん。そしてこれ暗くなってるから、はい、お宿の人も心配するので、はい、今日は残念ながら開封で終わりましょう。はい、かしこまりました。鯖台島では到着できず、ね、仕方がない、はいはい、仕方ない、うん。馬路峠を降りてきてからの矢印がほとんどなくて、今どっちの道に出たらいいのかだいぶこう右往左往しました、うん、の結果、矢印なかったので、うん、見える車通りの多いところを目指して向かおうという選択になりました。うまくいけば阿波海南に出るね出るんじゃないかなと今踏んでるんですけど。そうだね、どうなることやらか。どうなることやらだね。よいしょ、このちょっと看板の、うん、見てこようか。一回、うん、55号にぶつかると思うんですよ、うん、だからあれに、うん、こういってこうなんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと行ってみましょう。とりあえず行きましょう。青い看板、うん、そこまで、うんうん、頑張った。やばかった。本当にどんどん粉になって消えていくかと思いましたね。そうですね、国道があるんじゃないかと踏んでおりますが、踏んでおります。そう、ここにもいいし、あそこのお寿司屋さんもいいし、ねえ、これ私たちの仲間ですよ。なんか先輩といなさいって。泥船のタヌキ2匹ですから。そうですね、泥船のタヌキが2匹。そうですね、めちゃめちゃ栄養ドリンクとかチキンとか買いたかりたいところですが、海南の駅までとりあえず頑張りましょう。海南駅というのを見て、そこで今日は終了にしたいと思います。阿波海南駅を今乗っています。6時12分です、うん、でも意外とさっきの、うん、93号線と55号線がこう交わってるって言って、来てきた時が5時50分とかだったので、割とすぐ近く来れたね。来れたね。まあすぐ行けば阿波海南駅が、そうだね、はい、あったそうなので、はい、もうひと踏ん張り、もうひと踏ん張りです。頑張っていきたいと思います。行きましょう。阿波海南駅見えてまいりました。行きました。はい、ありますよ。どこ？1歳でしょ、うん、1歳って何？あ、1歳ステーショナリーとかいっぱいあるから、1歳合歳あるよ、1歳。そうですね。はい、暑いな、でもカッタって感じ、うん、なんかこじゃれた、はい、で、ローソン、藤田さんの品物、はい、
まっすぐ視界を広げなさい。あ、分かったかも。くじゃれたここ、くじゃれたエリア、そうです、そうです。あ、駅の中で時間を確認しましょう。はい、じゃあそこから入って、はい、はい、開園駅、時刻は18分です。では中で時刻表までのために見ましょう。はい、ですね、そうです、ちょっと中行ってみましょう。はい、中に確かね、ちょっと綺麗なトイレもあったはずです。はい、よいしょ、うん、サバ大島ではちょっと到着しなかった ね、でも峠道かなり頑張りました。はい、ちょっとね休憩してお手洗い寄って、では、宿の方が大変心配していると思います。帰りましょう。で、始発を確認してください。